今さら聞けない IT 用語集、次の問題はこちらです。IEEE802.11 シリーズの無線 LAN の混信を避けるために付けられるネットワークの識別子、これは何でしょうか。まあ、ざっくり言ってしまうとネットワーク名として我々は見ているものになります。ネットワークを特定できるその識別子を ESSID というふうに呼びます。ですから、まあ、例えばですね、最近街中を歩いていましても、ちょっとネットワークに接続しようかなと思うと、さまざまなところから無線 LAN ということを検知、無線 LAN というものを検知することができるわけですね。要するにたくさんある無線 LAN の中から自分が接続すべきものをそのリストから選ぶわけですけれども、その選ぶためのきっかけとなるのがこの ESSID、すなわち名称、ネットワーク名になるわけです。あのネットワーク名のことを ESSID というふうに呼ぶんだよということで覚えておいてください。